チャオあちゃんです。この前ねちょっとねコメントくれとってんけどもね、天国言葉と地獄言葉を勘違いしてる人がおってね、これ多分ね結構勘違いしてる人いるんちゃうかなと思ってね、ちょっと話しようかなと思って、ちょっとこれね、モデレーターさんに裏に回されてんねんけども、メインチャンネルやったからやと思うねんけど、やつらこいつらバカなやつ、自然と出てくる言葉みたいだけど、あっちゃんもやめた方がいいね。天国言葉とは程遠い。前もコメントしたけど聞いてていい気はしないよねって書いてくれたんだけど、確かにいい気はせえへんかもわからへんけど、これは天国言葉でも地獄言葉でもないのね。で、天国言葉って何かって言ったらね、ついてる、愛しています、嬉しい、楽しい、感謝してます、ありがとう、許します、幸せっていうやつでね、これが天国言葉やね。で、ちなみに地獄言葉って何かっていうと、ついてない、不平不満を言う、愚痴泣き言を言う、悪口文句を言う、心配事を言う、許せないなどやね。ちょっと待ってね、ストーブがピーピーです。そんな感じでね、あっちゃんも確かに地獄言葉言うてんねん。やっぱなんかもうお金ないわとかね、お金ない、今月支払えてへん、どうしようかなって言ってまうねん。これは地獄言葉やから言ったらあかんねん。だからできるだけ言わんようにしていかなあかん。だからあっちゃんは、このね、今日、2月の4日ここから2023年が始まるってあっちゃん言った通り、節分で年が変わるのね。だから今日から立春やねんけど、立春から天国言葉を使おう。だからあっちゃんは今年中に、10万人を超えて、月100万円超えてる、でマクラーレンを乗ってるんだって、これをね、あっちゃんは言おうと思ってね。だからそんな感じでポジティブに話をする。だからもう本当は辛いよ、もちろんね。でも辛いっていうことを言わない。で、自分の心の中でも、辛いなっていう気持ちがあると、どうしてもそれが出てくるんやって。だから心の中にもマクラーレン乗ってるっていう気持ちで生きていく。これモデリングっていうんだけど、そういう、自分が素晴らしい自分になれたことをモデリングしながら言葉を話すといいことやねんて。だから、その、やつとか、お前とか、クソとかって、こいつアホかよっていうのは、これ、悪口でもないし不平不満でもないのよね、文句でもない。ダメな人はダメやから、ダメっていうのは当たり前のことやね、だってそのなんでダメって言われるか言ったら、不平不満、愚痴、悪口、文句言ってるからね。だいたいあっちゃん悪口文句言う人にはそういうこと言うよね。だから前回かな、正義の話あっちゃんしたと思うんだけど、見てない人、正義の話、正義についてやったっけな、なんかそれ見てくれたら、いや正義とはやったっけ、なんかそれを見てくれたらわかると思うんだけども、正義っていうのは自分の心を自分の律することやねん。自分を正しいと律することやねんけども、他人に押し付けるのは正義じゃない。これは単なる悪口文句不平不満やねんね、結局。で、そうじゃなく、自分を律してたら他人のことなんて関わる必要はないのよ。だからお前は来るんでええんじゃって言われるわけよ。で、そういうことやねんね。で、許せないっていうのが地獄言葉で、許しますっていうのは天国言葉って言っても、あっちゃんに対してグダ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 言ってきても、やっぱり謝罪してくれたらあっちゃんは許す。謝罪せんやつはもちろん許すも許さへんも、謝罪せえへんってことは許してほしくないからね、それ必要ないんやけど、でもあっちゃんは絶対許さへんことってあんねん。何かって言ったら、大切な家族のこと、ね、大切な人のことを傷つけた人は絶対に許さへん。なんか極論、あっちゃん前にどっかの動画でも言ったと思うんだけどもね、どっかの動画で言った時にも、仮にあなたの大切な人が殺されたら許すんですか、許すわけねえでしょそんなもんっていうことでね、これはね斉藤ひとりさんも言ってるんだけど、そんなもんは許さへん、でも自分のことに関して謝ってきてくれたら許すことがあっても、やっぱり自分の大切な人を傷つけたやつは許されへん。その通りやね。あっちゃんもだから、あっちゃんに対することはあるけども、あっちゃんの家族とかあっちゃんの大切な人を傷つけるやつは絶対に許さへん。そういうところやねんね。で、許すも許さへんも、やっぱり悪いことしたら罪を償う。償うことによって許されるんやけどもね、罪も償いもせんと、ヘラヘラしとるやつを許せるわけないでしょ。それ許す必要ないのよ。でも、許すっていうのは、許してくださいって言われるから許すだけのことだって、許してくれって言わへんやつ許す必要ないんよね。それが天国言葉なんよね。だから
ついてる、あっちゃんついてるよ。やっぱりみんながね、こうなんていうのかな、応援してくれることによって、これだけ辛い時でもやっぱりまあギリギリ生活できるところまで今いてるっていうのはついてる。でやっぱりどうしてももうこれで終わっちゃうことなくやっぱり生きられるし、で悪いものは悪いってあれだけ言い続けてきてもちゃんとやっぱり法はさばいてくれる、これはついてるよね。で愛してます、あっちゃんは大切な人を愛してる、家族も愛してる、そしてあっちゃん応援してくれてる全ての人を愛してる、いやすべ、ね、いろんなものを愛してる、なんか愛してます、これ大事なこと、あーちゃん愛してますって、愛してるよって言葉よく口に出すんやけどね、愛してるって口に出すことすっごいいいことやね、日本人恥ずかして言わへんけどね。で嬉しい、あーちゃんすぐ嬉しいわ、ね、言うよね、うん、いつもやっぱりねありがとう嬉しいわって言うけどね、そういうところやね。でちょっと待って、くしゃみ出すで、やっぱり楽しい、楽しいから笑う結構あっちゃん楽しいよね、配信やっててね、あ楽しいわ言うてるでしょ、感謝してます、やっぱみんなに一人一人やっぱあっちゃん応援してくれてる、みんなには感謝してる。で最近はねあっちゃんに対してああした方がいいよって言ってくれるコメント返してはないけども、感謝してる。であっちゃんのことを思って言ってくれる人は感謝してる。でもそれを全てできるかどうかやったらできへん、分からんけどもね、でもやっぱりあいろいろこう言ってくれてな、ありがとうって感謝してる。でいつもあっちゃんねありがとうって言うけどもね、ありがとうっていつもね言ってるけど、ありがとうっていうのは大事やね。だからお金を払って物を買う、コンビニで例えば、ね、ジュースを買う、コーヒーを買う、お菓子を買う、その時レジでお金払う時に当たり前のようにお金を払うんじゃなく、ありがとうってやっちゃう、 お礼を言いながら払うね、ありがとうって言ってお金を払う。なんでお金払う方がありがとう言うねん、おかしいなってよ言われんねんけども、あっちゃんはありがとう、なんでか言ったら例えばかあっちゃん缶コーヒー買わへんわ、コンビニのドリップコーヒー買うねん、あれ結構好きでよう買うねん、コンビニ行ったらドリップコーヒー買う時に100円やね、100円払ってコーヒー買うねんけども、その時に100円を払ってありがとう、何ありがとうかって、まずあっちゃんが稼いだお金でコーヒーが飲めるお金さんありがとうのありがとうが一つ、それと100円っていう値打ちで100円の値打ちのコーヒーと10日交換してくれたことに対してありがとうやねん、買わせていただいたのありがとうでもなく、売ってもらったのありがとうでもない。でお店の人は売ったげた客に、お客さんが神様でもないね。10日交換してね。だからありがとうが本当にその気持ちからのありがとうやったら、100円のコーヒーに200円払って釣りいらないよって言ったら心からありがとうやねんね。100円のもん200円で買ってくれるから、でも100円のもん100円で買うのは当たり前のことやね。だからお客さんに対してお客様じゃない、同等の価値やねん。だからコンビニ店員の人にありがとうっていう敬意も大事やし、バカにすることもないけどバカにされることもない、要は同じやねん。だからお客様って自分がへりくだる必要はないのよね。だからそこのところがありがとうっていう気持ちやねん。で許します、やっぱあっちゃんに対していろんなことがあってね、こんなことしてけど今になって反省してんねん、ごめんねって言ったらええよ許すよってなるんよね。うん、もちろんそこのところでどれだけ自分が悪いことしたかって気づいたかって、気づいたんやったらどれだけのこと、それに対してどれだけのことあなたはするのってね、ただ単にひどいことで人にこうバーン殴っといて痛い目に遭わしといてごめんねで済むわけない。殴ったら殴るだけの制裁を加えられやなあかんね、まあ、殴ったもんに殴った、目には目ってあっちゃん結構あっちゃんは目には目は大事だと思うんだけどね、殴られたら殴り返してもええと思うね、はっきり言って目には目でええと思うんだけども、それは日本では法治国家やからやったらあかんね。だから殴られたらその人を殴るだけの制裁を裁判官に与えてもらわんとあかん、だからそこのところは罪を償ってもらわな、それで初めて許すっていうことやでね。でもその気持ちで両両釈両上上釈量の余地ありってよく言うけど、要は示談持ってきた時点で示談して、そういったもん、今回許しとこうかっていう話になると一緒でね、やっぱりそのお金じゃないねんけども、やっぱりその人はどれだけ反省してるかっていう態度を見せてくれたらやっぱり許します。反省もないもん許せるわけないでしょ、それは許す必要がないね。であっちゃんは幸せ、いつも幸せって言うけどね、あっちゃん幸せやねん、いつもやっぱり、なんでか言ったらこんなことしとっても生きていけるからね、あっちゃんはすごい幸せな人だって。あっちゃんこんなあっちゃんにも贈り物してくれる人もいるし、あっちゃんの動画見て嬉しいねんって、あっちゃんの動画見てあっちゃんは私癒されてんねんとか、あっちゃんありがとうって言ってくれる、めちゃくちゃ嬉しいよね。だからあっちゃんは幸せなんよね。
だからあっちゃんはついてる、愛してる、嬉しい、楽しい、感謝してます、ありがとう、許します、幸せ、この8つの天国言葉、これを喋るようにする、これが天国言葉よね。だから、お前ふざけんな、こらボケカスって言っても、ふざけてるやつにはボケカス言ってもええねん。あやっとやん、ほら何さらすとんじゃうやれって言ってもええねん。こんなもん、なんでか、なんでこんな口悪いのかって言ったら、それは悪いことしたやつには悪いことしたんだよって分からさなあかんから、あなたそんなことしちゃダメだよ、誰が聞くねんって話、うたらボケカス何さらすとんじゃうやれって言ったら、うーってなるでしょ。それぐらいのことあなたはやってるんだよってこと分からさなあかんから、そういう汚い言葉を、だけど汚い言葉が地獄言葉じゃないってことを覚えてください。ということで、今日は天国言葉と地獄言葉のお話でした。ではまたね、みんなでもう一回復習しましょう。ついてる、愛してます、嬉しい、楽しい、感謝してます、ありがとう、許します、幸せ、はい、復習できましたか。ということで、あなたも今日から天国言葉を使えるプロフェッショナルです。幸せになりましょう。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの天国言葉と地獄言葉のお話、よかったよって思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。みんながチャンネル登録してくれたらあっちゃん嬉しいし、応援コメント、グッドマーク押してくれたらめちゃくちゃあっちゃん幸せです。皆さんよろしく。それで押してくれた人、みんなも幸せになれます。